大きな音で驚きました。限定降臨、フラッグジュニア&エクストラゴンジュニア大合戦全ユーザー対抗バトル開幕です。まずは赤コーナーより、率いるのは YouTube 界の超人ヒカキン将軍入場。続いて青コーナー、率いるのは激動の人生を歩んだ YouTube 界の生き字引マックス村井激軍の登場だ。どうもー、皆さん、おはようございます。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 エクスラグパーク2019いよいよ始まりました。はい、皆さん盛り上がってますか。朝一っすよこれ。朝一これすごいですね。本当に嬉しいですね。本当朝一ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、ということで X ラグパーク2019最初にお送りするステージはこちら、うん、限定降臨フラッグジュニア&X ドラゴンジュニア大合戦全ユーザー対抗バトルです。イエーイ、よいしょ。はい、このステージの司会は X ラグの中の人 DX です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、同じくエクスラグの中の人テルーマンです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして先ほどりょうくんをかっこいい紹介していただきましたのは声優の小西克幸さんです。エクスラグの外の中の人小西です。よろしくお願いします。お願いします。おなじみ小西さんでございます。こんにちは。お願いします。はい、はい、で対抗バトルということで、はい、ちょっとりょうくんバチバチしてますか。大丈夫ですか。まあ、とても平和そうですよ。平和です。平和そうです。仲良くすんじゃねえよこれが。企画の趣旨理解してくれよ本当に。バチバチになっていただいていいんですよ。はい、はい、ということで早速
くメンバーを紹介した、はい、いたします。赤コーナー超群の皆さん、ではヒカキンさんから順番にご挨拶お願いします。はい、お願いします。ハロー、エクスラグ、どうもヒカキンです。マックス村に負けたくないので頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、はい、M4 のタイガー桜井です。言おうとしてたことをさっきのドッカーンで全部忘れましたよ。びっくりしましたね。お願いします。続いては、はい、こんにちは、除菌ができない方のジョイです。皆さん今日はよろしくお願いいたします。一生懸命頑張っていきます。できるのとできないの2つ、できる方がいつも皆さんのキッチンの方にいるですね。置いてあるジョイ、今日できない方で来てます。よろしくどうぞ。はい、お願いします。そして、はい、ゴージャス動画から参りました。本日は重心化楽器の衣装を着させていただいております、よきゅんです。よろしくお願いします。すごいですね。もうはい、出来上がっております。はい、続いて青コーナーは激群の皆さん、マックス村井さんから順番にご挨拶お願いします。はい、まさかこんな大きなステージでヒカキンさん率いる超群と戦うというところのリーダーを任せられまして、責任重大、とてもやる気満々でやってまいりました。皆さん今日頑張りましょう。お願いします。マックス村井です。お願いします。最後何言ってるか分かりません。何言ってるか分かりません。そして続いては、はい、あ、どうぞどうぞ。はい、お願いします。はい、ゲーミズから来ましたシロと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一発目から盛り上げていくんでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。続いて、ゲームとウィズ、あなたとウィズ、どうもナウ PIR です。よろしくお願いします。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 はい、直していただいて。そして、はい、コスプレイヤーのえなこです。今日は皆さんと一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらはソロモンのコスプレでございます。はい、ありがとうございます。続いて、限定降臨フラッグジュニアとエクストラゴンジュニア大合戦全ユーザー対抗バトルのルールについてご説明いたします。こちらご覧ください。はい、このステージでは限定降臨クエストフラッグジュニア&エクストラゴンジュニアに出演者と全ユーザーが2チームに分かれてチャレンジします。はい、この後降臨ですね。はい、はい、制限時間以内のメダル獲得数を超群激群で競います、うん、つまり、ユーザーの皆さんにも超群激群どちらかのチームに参加いただきますが、ここで最も重要なチームへの参加方法についてご説明します。こちらをご覧ください。はい、超群または激群をゲーム内で選択後、ソロもしくはマルチプレイのホストで一度クエストをクリアすることでチーム参加確定となります。ソロもしくはマルチプレイのホストで一度来るクエストをクリアしないと参加とみなされず、プレゼントの対象から外れてしまいますので、くれぐれもご注意ください。はい、ですので、もしマルチとかねされる方は、ホストをですね、皆さんで、ね、回していただいてね、出演者の皆さんもみんなでホストを回していただいて順々にやっていただければと思います。はい、ということで、制限時間をいつもより10分拡大し、10時50分から11時30分までの40分間となります。はい、はい、なお全ユーザー対抗バトルと並行して両軍合わせたメダル獲得数も集計いたしますので、皆さんぜひご参加ください。はい、お願いします。はい、続いて、このステージのプレゼントをご紹介します。こちらです。はい、今回は、自分が参加したチームが勝利した勝利プレゼント、こちらですね、選べるベル1個とオーブ1個。そして続いてこちら、じゃん。はい、両軍合わせての、全体プレゼントがこのようになっております。はい、パークということでですね、まあ、いつもよりちょっと豪華にはなっておりますので、はい、はい、なので、まあ、自分がね頑張っ自分が参加したチームを応援するのももちろんですが、全体でもみんなで頑張りましょうということでございます。はい、8億目指して頑張りましょう。はい、お願いできればと思います。はい、さらに、会場の皆さん限定の試作もございます。ここでご案内いたします。会場内にあるコカ・コーラブースでは2つのミッションをクリアした方に7月1日発売のコカ・コーラエナジーをプレゼントしています。うん、1つ目のミッションは限定降臨クエストフラッグジュニア&エクストラゴンジュニアを運極に、2つ目のミッションはコークオンアプリをダウンロード。この2つのミッションを達成した方が、プレゼントの対象となりますので、皆さんぜひご参加ください。はい、お願いします。はい、それでは、現時点でね、まだどちらのチームにエントリーしたいか決めかねているユーザーさんが多くいらっしゃると思います。はい、なのでこれより両チームにマイクパフォーマンスを行っていただき、どちらにエントリーするか皆さん決めてください。アピールタイムですね。そうなんですよ。はい、あとですね、
今回は、客席に近い位置にステージありますので、センターステージありますね、あちらに皆さんご移動しましょう。はい、じゃあ移動しましょう。そちらでマイクパフォーマンス、ここでバチバチにやるわけですね。はい、もう皆さんが見ている中でマイクパフォーマンスです、はい、さあみんなの近くにやってくるよ、人気者たちが声かけてあげて。これは聞こえないぞ、聞こえないぞ。おお、すごい、皆さん、いやー、ありがたいね、ありがたいですね、ありがたいでございます。すごいわ。皆さん準備はいいですか。すごいわ、これは近い、近い、近いですね、近いですね、皆さん、本当に近いですね、はい、どう、はい、チケ、ほんとチケ、何回やるか。じゃあもうやりますから、もうね、会場に向かってください。はい、進行お願いします。はい、これより両チームにマイクパフォーマンスを行っていただき、はいはい、エントリーどちらにするのか決めていただきます。この進行は、小西克之さんにお願いします。わかりました、頑張ります。さあ、というわけでこれよりですね、超軍、超軍激軍にマイクパフォーマンスを行ってもらいたいと思います。いいですか、両チームとも、はい、まだ皆さんはどちらのチームに投票したらいいかわからないですから、はい、自分のチームのセールスポイントをお願いしますよ。はい、いいですね、はい、はい、大人なんだから返事する、ヒカリンしか返事しないじゃないですか。いざだけ、はい、みんなちゃんと大人だから返事するように、はい、はい、いいですね、はい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 、じゃあそれでは早速いきますよ。ゴングノウ。さあ、というわけでここから始めていきたいと思いますけれども、まずは誰から。桜井さん、ここはやっぱり M4 に行ってもらったらトップバッターは、じゃあどうぞ。おい、行っちゃおう、もう。おい、桜井ビビってんじゃねえのか。ぶちかましてやってください。えめおい、しろ。俺、お前ツイッターのフォロワー何人だよ。俺か。おい、言ってみろ。89万人だよ。盛りすぎだろ。俺の方が5000人多いんだよ。おお、6000人置いてきた。今から5000人お願いします。こっちの方が合計戦闘力高いですから。なるほど、こっちの方が合計戦闘力が高いと。桁違いますよ。そういうわけで、さあこれに対して翔さん、いかがですか。言っちゃってくださいよ。私言っちゃいますか。合計戦闘力ではかなわないかもしれない。ただ激軍、何よりもチームワークがある。参加してくれる皆様もがっちりこう戦ってもらえる。我々は激しく戦う。激軍の名にふさわしいように激しく勝つ。いやー、これは大丈夫だぞ。皆さん、激軍をよろしくお願いします。激軍誰もついて、我々を勝たせてください。危ないよね。誰もついてきてない。激軍は後ろに突然悪いよ。ちょっとじゃあこれを受けて、じゃあピロさん行きましょう。ピロさん行きましょう。あ、来ました。いや、ノブさんです。え、なんかカンペみたいなもん。元 M4 と現 M4 と元アイドルと新婚さん、ヒカキンクンビブンブンブン、ワズオサクライブンブンブン、ジョキュンブンブン、ジョイブンブン、参加はマジブンブン、激軍参加は桁外れ、超軍参加は的外れ。いやいや、激軍多いよ。カバーやるね。バックス村井はドッキリでってるリオナリー、ドッキリでってるリオナリー。ナルシカボンビはでかいでかい、確かにでかいでかい。エナコ、ケナコ、エナコレイン、エナコ、エナコ、キナコ棒、そのキナコ棒ちょっと僕にもらってもおっと、エナコちゃん、エナコちゃん巻き込まれてしまった。ドッキリナッシバトル、俺らではしゃぐマルチプレイ。カンペ見ながらのラップ珍しいですけど、ヒカキンさん、はい、いかがですか、3年ぶりのステージですけれども。いや、やっぱり村井さんとぶつかるとワクワクしますよね。なるほど。あ、ナピロさん見えてないって、ナピロさん見えてないよ、ヒカキンさん。ただやっぱり、はい、リーダーが元 M4 対 M4 補欠なんですよ。これはまあ当てるわけにいかない。ビハインドがある、一つだけ。皆さん、将軍でお願いしますね。ね、将軍お願いします。はい、ワンドルス。さあ、ここで女性陣一
行ってみようかな。行っちゃおう行っちゃおう。さあ、ゆきんちゃん。行ってみよう。すごい、どうする、あの後やんの。超軍はですね、元 M4 で、そして子供のアイドルであるヒカキンさん、はい、そしてモンスト界のプリンス、うん、現 M4 であるタイガー桜井さん、はい、そして貯金はできませんが素敵な新婚家庭を築いてらっしゃるジョイさんという、そんなことないです、すごい素晴らしいチームメンバーでやっておりますので、たくさんのコンパクが集まることを願っております、うん、よろしくお願いします。お願いします。皆さんのコンパクをくださいということでございます。さあ、じゃあえなこちゃん、はい、日頃の不満をぶつけちゃって。そうなんです、実はゆきゅんさん私の所属している事務所の社長さんなんですけれども、いつも、私がペコペコしておりますが劇群が勝った暁には、もう少し私偉そうにしたいと思いますので、皆さん一緒に頑張ってください。お願いします。頑張ろう。いいです。なるほどな。お願いします。じゃあ最後にお待たせしました、okay. モンスト大好きタレントジョイさん、よっしゃ、かましちゃってください。ぶっかましてやるぜお前ら、今日はこのステージの上でな。残念ながらジョイさん、ちょっと時間がもうボール来たんで、用意してたから俺はダメだろ。ジョイさん、これだけは時間になってしまいました。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。やらしくないんでね、はい、まだ外人に厳しいんですね、日本って。ただ時間、今回時間だけはちょっと時間の問題ですね。ラップが高くなっちゃったんで。差別じゃないですね。ラップが高くなっちゃったんでね。確かに、あの人のせいだね。たまたまでございます。というわけで、りょうくんにマイクパフォーマンスやっていただきましたけれども、まだまだこれだけじゃ決められないと思いますので、そうでしょう。なんとここで強力な援軍の皆さんに登場してもらいましょう。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。続いてファミツナップからやってきましたターザンのぼぞと申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。続いてユンミです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。強そうですね。続いて劇軍の援軍こと劇援軍の皆さんです。パナエさんから順番にお願いします。はい、Xラックの中の人パナエです。劇軍頑張りたいと思います。よろしくお願いします。元 B4 のギコちゃんです。今日はね、村井さんを全力で、応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。続いて。はい、M4 の宮坊です。激空活動。おお、よろしくお願いします。盛り上がっております。そして最後に。はい、激援軍のアリスです。お願いします。お願いします。はい、さあ、です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、全出演者が揃ったので、ここからはマイクではなくゲームでユーザーの皆さんにアピールしてもらおうと思います。最初からそうすればいいから、いらないですよねこれ。はい、超軍劇軍の皆さんにはパフォーマンスプレイでユーザーの皆さんにアピールいただきます。あちらのね、後ろのステージに戻ってそれぞれプレイ台にスタンバイしてください。はい、お願いします。じゃあ戻りましょう。はい、劇軍の皆さんをせっかく登場いただいたんですけれども、まだゲームプレイはせずにお席にて熱いガヤをお願いします。ガヤガヤ。はい、小西さんはね、一緒に司会台についていただきます。僕はどこですか。僕は、小西さんね、僕の隣で。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、じゃあやっていきましょう。はいはいはい、じゃあまずは
さあ何をするのかな、ね、パフォーマンス、はい、さてこの後のパフォーマンスプレイテストは、こちらです。じゃん、ヤマトタケルで行っていただきます。おお、また難しいステージを。はい、ただですね、普通にプレイしても面白くないので、はい、両チームには縛り付きでプレイしていただきます。縛り付き、はい、はい、こちらの内容はですね、抽選で決めたいと思いますので、スタッフは抽選ボックスをお願いします。抽選ボックス、はい、はい、こちらは小西さんに持って行っていただきます。はい、わかりました。これ僕 もう持っていっていいですね。はい、引いていただきましょう。じゃあ各チームのリーダーに引いていただきましょう。そうですね、まずは北木さんですかね。はい、北木さん、じゃあこれはこちらの方を引いてください。ただ引いてまだ開けないでくださいね。わかりました。開けないでください。はい、わかりました。はい、そのままお待ちください。ありがとうございます。じゃあまだ開けないでくださいね。開けません。僕は大人だから走っていきます。これはい、おい、はい、はい、じゃあお願いします。僕は大人だから走ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう、一緒だ一緒だ、お座りいただいて。それでは手元にありますね、結果発表をいたします。一斉にオープンしてください。さあどんな縛りでしょうか。開ける。どうぞオープンしてください。さあ開けてください。開けてください。どうぞ。どうぞ。さあ見せてください。何ですか。じゃじゃーん。そしてあれ。やばい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 。村井さんの方が強い。すごい。はい。ということでね、将軍はマックス村井を使用、激軍はバンテを使用ということで、パフォーマンス。行いましょう。両チームゲームスタンバイをお願いします。敵軍のリーダーを使わなきゃいけないっていう、ね、そうですね。これはあれですか、そのバンテとマックス村以外はどのキャラでもいい、もう自由ですね。です自由のキャラで、ユーザーさんにこのプレイを見て決めてもらうわけですね、うん、あ、なるほどね。将軍にしよう、激にしようと、はいはいはい、はい、そのね、どんなキャラでもいいですけどアピールできるようなね、プレイを見せていただきたい。これマックス村井 と、はい、バンテは誰が使ってもいいんですか。誰が使ってもいいんですか。これリーダーが使わなきゃいけないとかあるんですか。そこの縛りはないです。縛りはない、見ていただければ、はい、誰が使ってもいいらしいですよ皆さん、はい、ね、あとは好きなキャラで編成してみてくださいよ、はい、どういう風にアピールするかですよね、このヤマトタケルというステージで、うん、まあまあでも言うても3キャラ自由に組めますから、そうですよ、ね、余裕じゃないですかね。勝つだけだったらいいんですけどね、うん、あとはだからどう見せるかですよね。そうですね、皆さんがどう見せるかですよね。さてさて、劇援軍の皆さんはいかがですか、はい、このような縛りプレイになりましたが勝つ自信はありますか。援軍どうですか、バンテ、劇援軍どうですか。まずバンテは、劇援軍の皆さん、遠いですよね。そうですよね。ちょっと遠いですよね。ちょっとあのバンテが入りましたよね。でバンテが入ったので、あの、どうですかその勝つ自信のほどは。バンテが入ったけどどうですかね。これあの皆さんにアピールしてください。皆さんに。この4人なら。まあいけるんじゃないですか。まあいけるかもね。はい、余裕でしょう。余裕。山田君。余裕。余裕って言ってますけど、この4人めちゃくちゃ必死ですよ今。何かこうね、アドバイスとかあれば、バンテがいない。バンテがいない。なるほど、多分初めてバンテを貸し物されてる今のポケモンで。よかった、2人とバンテ間違えた。あ、マックス村井です。さあね、じゃあ超援軍は、はいはい、超援軍の皆さんもちょっと聞いてみましょうか。そしたら、はい、これマックス村井を使うっていう縛りですけど、この、ね、超軍はどういう風に見せれば、ね、ユーザーさんにアピールできると思いますかね。どうでしょう、ペンペンさん。どうでしょう、ペンペンさん。僕ですか。ここは M4 のペンペンさんに聞きたいですね。いや、まあ、相手がバンテなんで、はい、バンテ行くわ、うん、火属性で、あの HP だとバンテいる、しんどいんじゃないかなっていうことで、普通に負けちゃうんじゃないかって、うん、で、こっち有利なんじゃないかなっていう。なるほど、じゃあもう落ち着いてやっていただくと。でも超軍すごいのが、もう皆さん端末を置いてます。お、早いです。もう準備できていると。激軍の皆さんはいかがでしょうか。激軍できてますかね、もう準備できてる。今ね、今もうちょっとかな。もうちょっと。もう少々でございますね。あ、バンテ、バンテ。予想以上にあの声が届かないですね。あの、いや、借りた借りた。しょうがないです。会場が広いですから。会場広いので、皆さん声援をお願いいたします。みんなの声、配信に載ってるよ。乗っております。ねえ、ありがとう。声出してくれれば。ね、どん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 。ありがとうございます。これでも僕参加できないですね。内賃にします。これに。あ、どうしましょう。じゃあ、あの、諦めます。もしあれだったら、あの、援軍どなたかと変わっていただいてもいいでしょうか。何、スナップショット。あ、そうなんですか。誰もこっちを見てくれません。ここに座るってことは、このピンクの恥ずかしいスーツを着なきゃいけないんですよ。似合ってるよ。それとこ似合ってるよ。着る？サラバッタさん。サラバッタさん、この後のステージこれ着る？やばいやばい、墓穴を。サラバッタさん、衣装チェンジでお願いします。チェンジしていただいて。
さあ準備の方はいかがですか。大丈夫ですかね。もうちょっとかかるかね。もうちょっとかかるということで、こちらのね、出演者の皆さん着てるあの T シャツは、はい、あのグッズエクソルパークで買えるやつですね。はい、あの、うん、あれですね、一人ちょっと気になる人がいて、はい、青いジャケット着てるね、ちょっとあの金髪の方がいらっしゃるんですけど、せっかくあの T シャツを配っていただいたのに、バカらしく上にジャケット着てるんですよ、青い青い人は。おっと気づきましたね。抜かれますよ。青い人なんでジャケット着ちゃったんですか、青い人。青い人届いてないみたいです。届いてる、届いてる、届いてる。脱ぎましたね。喋っていいんですよ、みんな。喋っていいんですよ。おじさんが話しかけたら喋ってください。喋っていただいていいですよ。あと自由に喋っていいですからね。はい。これあのみんな喋らないとただただゲームをやっているステージになりますから、配信はとても大変なことになります。なぜかバンテが貸し物できなかったです。バンテ貸し物できない。できなかったです。できますそのうち。だからピロさんがバンテでいきます。わかりました。持っている方がじゃあバンテでないんだ。バンテ。お願いします。よかった。今バンテを取りに行きます。何？ピロさんの仕込みが半端ないな。すごい。それ何？すごかった。さっきのパフォーマンスプレイもすごかったですよね。あれいつ考えたんだろう。フリースタイルいつ考えたんだろう。これ持ってきました。いやー驚きました。あのバンテスカイのピロさんがアピールしたいって言ってます。あ、もうさっき。いやもうさっきで映りました。あ、もうアピールした。大丈夫です大丈夫です。ありがとうございました。大丈夫大丈夫。準備大丈夫ですか準備。はい。さあ。もういいのかな準備の方は。はい、それでは準備ができたようなので、うんうん、ゲーム画面を見ていきましょう。はい、はい、このような編成となりました。あー、なるほど。なるほど。これヘルマさんいかがですかこの編成は。激軍の、ね、編成で、ね、見せようとしますね。有利有利。なるほど、見せようとしますね。長軍はもう普通に勝ちにって感じしますけど、まあちょっとムーがねポイントですね。気になるところでございます。はい、それではパフォーマンスプレイいよいよスタートです。会場全体でカウントダウンしていきましょう。はい、それでは5、4、3、2、1スタート。頑張れ。お願いします。頑張れ。さあ応援団は応援してくださいよ。皆さん応援してください。皆さん喋っていいですよ。応援してくださいよ。だからシロさんとタイガ桜井さんポイントじゃないですね。圧勝しよう圧勝。圧勝やば。ちょうどいい感じですねこれね。そうね。ヒカキンは優勝ってこう。そうしまーす。さあ長軍さん入ってみましょう。さあ激軍もさあバトル1位決めましたね。ナイス。これでもなんかやっぱり火属性入ってるんでちょっとドキドキしますね。そうですよね。特にねバトルも7番ですから。7番しかないから。ダウンもありえますから。ちょっと重なったらアウトですね。そうですよね。さあ山竹出てきたら非常に怖いですね。怖いですね。またねこのプレーを見つつね皆さん超軍撃軍決めていただけこの後ね参加していただきますから。はい、お願いします。バンテでミラクルプレーが出ちゃうかも。確かにねピロさんのね。おお、いいよ。ナイスナイス。ポイントだからねマックスブライトバンテのね使われ方ですよ。やばいやばいよ。相当余裕ありますよ。ナイチゲールダメージオールないんで怖いですよ。いけるいける。ナイス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 ナイバンテはいつ重心化しますか。いつでしょうね。超わらびスマッシュ。
かわいいですね。バンテ SS ター早いですね。いや来てる来てる。さあ、まあでも順調に、ね、抜けてますね、両チームとも。そうですね、今のところはどちらもバトル3に来ております。はい、ナイス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 。やっぱり長軍の方がちょっと落ち着いて見れますね。そうですよね。はい、どうしようかな。まあ、あのマックスもない、なんだかんだダメージなんで、ダメージそこまで怖くないですよね。はい、2ダメだけ怖いです。そうですね、2ダメだけ怖いな。これうまい。マバカノさん、はいはいはい、どうですか。やばいやばい、どうですか将軍。いやもう今なくしてないぐらいまったりしてる。はい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 、確かに、はい、おっ、怖いですね。待って、めっちゃいいとこいるじゃないですか。待って、めっちゃいいとこにいます。待って、めっちゃいい人がいる。うまいから、しっかり挟まりに行くんですけど、何もしないるだけなんですよ。だから、プレーはしっかり見せられてるから。一気に処理していく。あ、ガイド出てる。いや、これね、久々にハラハラする山竹を見れてます。熱い。ヒリヒリ感がいいですね。タイガーさん、うまいですね。しっかり壁反射して。さすがです。強い。強い。強い。さあ、SF は溜まってますからね。そろそろ。さあ、バンテも SF 溜まってますね。バンテ、また溜まっちゃいましたね。バンテ、SF 来たの。いやいやいや。やばいやばい。いやでも向こうもう HP やばいからな。やばい実況か。お、ナイチ来てくれた。お、SS 行きますね。 SS 行きますね。なんかさ挟まる感じですか。ナイチ来た。俺は SS 行きますね。いや、いいね、いいね、いいね。おーい。さあ、いいね。やばいやばいやばい。入れなかった。やってしまいました。大丈夫大丈夫。まあ大丈夫ですか。勝利できたと。はい、オッケー。ありがとうございます。オッケーオッケー。バトル4はね、鬼門ですからね。はい。さあ、そろそろですね、まあ、ボス来ますと、まあ、ちょっと見せられる場所が出てくるんじゃないですか。そうですね。いやぜひバンテでまたハマりに行って。バンテで止まった。やめとけ。バンテとロビウトで一緒に配置してほしいですね。ボス入ったよ。一緒に配置してほしいです。友情を出しながら。もし、ね、ロビウト失敗してもバンテ。ボスに入ってやばい。バンテやばい。バンテやばい。やばい。どうする？SF かここ SF か。ちょっと判断ミスがあったんですかね。そうだ、これまあ一つの判断基準ですね。そこに長軍どうでしょう。配置にね、ちょっと見ますか。申し訳ない。ちょっと見ましょうか。見てみますか。どうでしょう、この配置はどうなんですか。テルマさん的にどうですか。どうでしょうね。いけっす。これは厳しい。いきますかね。ドリームのいただきちゃった。いきますか。これ打っちゃう。あいいですいいです。ただレム強いですね。とりあえず打っちゃって逆転が逆転こい。じゃあこのままじゃあクリアまで見ましょうか。楽しいね。クリアまで見ましょうか。ユダイさんを使って勝つっていうね。楽しいですね。楽しいですね。ありがとうございます。楽しんでおります。楽しいですね。さあミスタージェイ強いし可愛い。ミスタージェイ強いし可愛い。さあ強い、一気に削っていく。村井さんの SS 行きたくないですか。そうですね、最後村井さんで倒したいですね。いい感じ、いい感じ。最後村井さんにどれぐらい、どれぐらい残すか。いい感じ、どれぐらい残すか。残そう、村井さん、村井さんを残す。見せ方ですよね、僕も見せ方。村井さんで今決めるぞというシーンですから今。わざと外すくらい。ヒカキンさんがマックス村井さんを決めるぞというシーンで。SS 見れなかった。これも一つの目安。そうですね。ちょっと第一ゲームが強すぎたな。はい、ということで以上両軍のパフォーマンスプレイでした。参考になったんですかね。はい、皆さん参考になりましたか。もうね、心に決めておいてくださいね。あんまり参考になってない感じですかね。今のところ参考になってなさそうですね。はい、みんな下向いてますよね。先ほどのプレイとマイクパフォーマンスを参考にしてどちらのチームに入るか、うん、決めてください。はい、はい。さあ、お待たせいたしました。まもなく限定降臨の時間となりますが、限定降臨フラッグジュニア&エクゾラゴンジュニア、大合戦全ユーザー対抗バトルのルールについて改めて説明します。お願いいたします。
はい、こちらはですね、出演者とユーザーが2チームに分かれてチャレンジ。この後10時50分から11時30分までの40分間の制限時間内でメダル獲得数を競います。はい、はい、また全体プレゼントのメダル集計も同じ時間で行っております。はい、こちらです、じゃん。各チームへの参加方法ですが、超軍、激軍をゲーム内で選択後、ソロもしくはマルチプレイのホストで一度クエストをクリアすることでチーム参加確定となりますので、ご注意ください。はい、今のうちにどちらに参加するか決めてください。はい、マルチプレイをする際はホストをですね、順番にやっていただきまして、選手の皆さんもね、順番にホストをやっていただけますと、はい、オッケーですか。それで参加確定になりますね。お気をつけください。みんな大人だから、はいって言うんだよ。はい、あと3分ぐらいで降臨となりますので、ちなみにこれギミックは何なんですか。ギミックも出てますよね。僕まだ見てないんですよ。ギミックでも出てますね。確かブロックとダメージオールとか。ブロックとダメを、確か、うんうん、はい、ブロックとダメを、はい、もうね、難易度はどれぐらいですか。難易度はもうそれは皆さん回りやすく、回りやすく、はい、回りやすくなってメダル稼ぎやすく、メダルもじゃんじゃん稼げますよ。なってる、なってるらしいですよ皆さんね。はい、今のうちに編成もね、みんな今ね夢中になって編成してる。どうしようかね。そうです、超援軍激援軍の皆さんも、その自分たちのチームにね、勝利をもたらせられるように、もう舞台上でとにかくね、たくさん回っていただいて、あとね、たくさん回る回数だけじゃなくて、メダルのね、枚数必要ですから、さっきじゃ、さっきと、ね、話じゃないですけど、バンって入れてみたりとか、あ、なるほど、スコア稼ぎ入れてみるとか、はいはい、そういったね、そういう意味がね、もしかしたら今付け替えてるかもしれないですからね、あ、素敵で勝つためにね、そこまで準備をしているかもしれない。そこまでやってくれる人がいるのかどうかっていうところ、そういうところを皆さんぜひ見極めていただきたい。そうですね。ね、どんな、ね、編成で皆さん来るかもね。そうです、そうです。もう会場の皆さんも今ゲーム画面見てますね。そう、どのパーティーで行こうかなと。僕らはなんかBGM だと思ってください、僕らの話は。もうラジオ感覚で聞いていただけると。そうですね。さあ、サナバッチョさん、キャラとかも決まってるんですか。これで行こうとかっていうのは決めました。お、ちなみにバンテ。おお。いつものバンテ。スーパーバンテですね、バッチョさんの。スーパーバンテ、稼ぎ得る。そして、総稼ぎ得意、得意ついてるんだ、あのバンテは。素晴らしい、ありがたいですね。行くよ相棒、どうしても負けないブリーダーになるんだ。さあ、もうすぐですかね。もうね、30秒前、30秒前、皆さん、さあ、皆さん準備の方はよろしいですか。大丈夫ですか。大丈夫です。もうすぐ来ますよ。 OK です。楽しい。 OK です。オッケー。そう、そう、喋って喋っていいの、みんな喋っていいのよ。喋って声ちょうだい、声。これ配信に乗ってるから声ちょうだい。オッケー。オッケー。オッケーです。オッケー。ここからですね、もう僕の采配で皆さんにバンバンカメラ回してくんで。聞こえないっていうね。50分だ。あ、始まった。油断しないでくださいね、皆さん。皆さん、降臨しました。さあ、来ましたよ。エブさん、お願いします。さあ、もう今週この瞬間から始まるんで、もう参加決めてください。はい、今どっちにするか決めてください。決めていただきまして、激軍だ。決めて、順番にですね、ホストまで順番にやっていただいたり、まあ、お一人やる方も、やっていただき、決めてやっていってください。これまさか長軍の人が激軍に入れるとかないでしょうね。あ、その裏切り、激軍の人が長軍に入れるとか、その裏切りやばいですね。その裏切りありそうですね。さあ、皆さんはね、特にカウントダウンとかないんで、バンバンやっちゃってください。はい、皆さんガンガン。さあ、どうぞ、皆さんどんどんね、プレイしていただいて構いませんので。いいですよ、スタートしていただいて。ではまずね、最初にスタートしました超援軍のゲーム画面見てみましょうか。はい、はい、それではゲームスタートです。はい、スタートしております。さあね、カウントダウン出ておりますけれども、40分間でですね、はい、ビザバリア、さあ、これから稼げますかね。おっと、目指せ8億。大丈夫、はい、さあ、超援軍ですよ、超援軍、超援軍を見ていただきたいです。1番、1番お願いします。超援来ましたね。はい、イエーイ。正解の匂いしないですか。意味、これ並んできましたね。はい、激援軍スタートいたします。さあ、激援軍のキャラおかしかったですね、今ね。あ、え、さあ、一旦超援軍、超援軍、超援軍、そうですね、ダメージオールって聞いたんでね、ヒミコで来てますね。そうですね、素晴らしい。これで良さそうですね。バンテ、地属性なんでね。これスコア稼ぎ得意なんですよね。めっちゃヒミコ、これ、ね、結構有利ですよ。めっちゃヒミコ、あの子本気だと思います。そのまちさん負けず嫌いですからね。あの子本気だと思います。早っ。はや、さあ、もうね、ボス行っちゃってましたね。はい、あ、もうボスなんすか。スーッ、あ、割りやすい、これ。さあ、激軍、今激軍の画面が出てますかね。これ激、激援軍ですね。これ激援軍の画面が出てますね。激援軍は、これはもうあれですね、もうレアロックで一気に速さを。そうですね、なるほど。ブロック持つだわ、忘れてた。上げた、自分で忘れてたわ。の編成は正解かもしれませんね、これね。そうですね、そのステージ台が結構簡単なので、うん、そこまでもしかしたら、ね、スピード変わらないかもしれないですね。確かに、確かに。はい、長軍いきます。友情も殴りますからね。さあ、長軍、長軍いってみましょう。
か長軍スタートしました。今長軍と激軍スタートしますが、よっしゃ長軍これ星6ですね。これ一瞬の星6編成ですね。なるほど、まあ、ヒミコ基本的にヒミコ入ってますね。みんなヒミコ必ず入ってますねやっぱりね、ヒミコルシファーですかね。さあ激軍は激軍見てみましょうか。激軍あーいいね、マナルシファーヒミコヒミコ強い、まあ神子ですね。飛行稼ぎがついてるキャラがもしかしたらこのキャラじゃないとみたいなのがあるかもしれないですね。選んでる可能性ありますね。はい、さあこうなってくるとね、今バンテ入れてるの超援軍だけですから、力で吹っ飛ばしてやるぜ。確かに確かに超援軍のメダルのね、あ、出ねえか、枚数かなり多いかもしれない。どっちがどのぐらい投票してるのかちょっと気になりますね。でもね、確かに、確かにね、まあ、最終的にもちろんあの 超軍撃軍どっちが勝ったかって出ますから、はい、全体のメダルもありますし、はい、どっちが勝ったかもありますので、はい、皆さん、どちらか応援して回っていただければと。この感じが40分するわけですね。そうですよ、トミさん初めてかもしれませんが、だいたいですね、XRAXTAG のこのオープニングの舞台っていうのは、はい、あの皆さんも回るんでスカーになって、なるほど、演者さんも回るんでほとんど喋ってくれなくて、はい、だいたいあの配信見てる人も自分の端末で回るから配信一回見なくなるそうですね。下手したら見ません。なのであの僕らが永遠に喋り続けるっていう、なるほど、だいたいそういう配信になります。はい、はい、もうみんな自由に喋ってますよ。超援軍見てみましょう。超援軍終わってます。超援軍終わってますね。超援軍もうクリアしてますね。サナパッチョさんのところですね。サナパッチョさんの画面行きましょうか。超援軍終わってますね。はい、クリアしました、はい、ましたね。メダルが気になるところでございます。超援軍、ね、メダル気になりますが、はい、バンテもね入れてますし、バンテスコア稼ぎも入れてます。今ついに喋りました。ようやく喋ってくれましたか。はい、バンテはいクリアしました。ストーン2個入ってましたね。ストーン2個のね50なんで、やばいっすね。やばいっすね。やばいっすね。超援軍やばいっすね。超援軍やばいっすね。皆さんバンテぜひおすすめです。超援軍の、ね、画面見せたかったんですけどね、ちょっと間に合わなかったですね。2体いたから多分。さあ激軍、まあ、この後ね、はい、また回った後ね、激軍は、はい、あボス入ってますね。さあ入れました。ちょっと並んでますね。よう入ったな。村井さんどうしました。今ナイスショットが出ました。え、ナイスショットが出たと。ナイスショットが出た。ナイスショット、ナイスショット出た。今ナイスショットが出ました。ありがとうございます。さあ激援軍見てみますか。激援軍4番見てみましょうか。ボスが1名やってきて、やっぱり距離が遠いから全然声が届かないですね。タイマーとボスだけか。4番ね、4番意外に時間かかってますね。うんうんうん、今弱気かけてきまして、時間とか見ていきたいですよね。おっと入れませんでしたね。残念。ブロックが止まって、ちょっと切られましたね。激援軍はセミナーを言いますね。はい、宮本さん説明ありますね。宮本さん、しっかり押していきました。さあ終わりまして、まあ、バンって入ってるとこ以外は皆さんね、面白くなんで、あとはスパーカセに入れてマルチどんぐらいかって感じですよね。これ今どこで出てるかな。あ、今激援軍ですね。今激援軍ですね。激援軍出てますよ。さあどれぐらい落ちるのか。落ちますよ。6体落ちて、はつけた。さあ、ね、僕もちょうど終わってますね。長軍も終わりましたかね。そうですね。さあ激援軍はタイムどんぐらいですかね。また3分ですね。でもいずれなく取れるんですよ。3分取れるんですね。取ってスパーカ的に入ってるんで、はい、また3分。これでもこう考えてやっぱバンテの分ストーン1個多いですからね。そうですね。バンテ偉大ですね。これは違うのか。バンテ特エルだから。そうですよね。超援軍だけですね、入れてる。さあ長軍も終わりました。長軍も見てみましょうか。はい、長軍も終わってますね。はい、何枚ぐらいですかね。まあ同じぐらいですかね。同じですかね。スパーカ的に。まだスパーカ的がついてるかどうかはい、統計とかね、ありますからね。はい、7。あ、同じですからね。はい、同じですね。はい、このようになります。そうなってくるとね、ちょっと超援軍がね、リードしてるというかね、多そうですよね。これなんかあの皆さんやばいなと思ったら、あのキャラ変えてもいいし、身をつけ直してもいいですよ。つけ直していいんですか。そうですね。はい、じゃあ超援軍見てみましょう。超援軍見てみましょうか。はい、超援軍お願いします。今ねゲーム入ってるのは超援軍ですね。超援軍も早いですね。超援軍早いですね。もう僕ですね。かなりね、いい味です。だいたい3分から4分くらいで回れるから。そうですね。はい。一曲映画ね。じゃあ、間違えたらやばいです。さあ皆さんガンガン回っていただいて、会場にいる皆さんはね、これ運曲して、交換アプリダウンロードすると、あのコカ・コーラさんの新商品もらえますから、はい、コカ・コーラエナジーをい、はい、いただけますから、運極してね、疲れたらコカ・コーラエナジーで元気で、はい、さあ、バンテが役立たない人役立たないですね。あ、キャラをちょっとずつ変えてますね。劇援軍見てますか。本当だ。はい、劇援軍見たいですね。劇援軍ちょっと見てみましょうか。キャラ変えてますね。パナエさんのところです。はい、セツナ抜きましたね。セツナ抜きましたね。パナエさんのところです。あとアヌが入ってますね。マナとアヌが入って劇援軍のところ見てみましょうか。マナ無駄に強そうだな。キャラ変えた。ヒミコ2のね。ルシファーとか抜いてますね。アヌ。マナ入ってますね。だいたいヒミコが2ですね。
まあ、響子早いですね、やっぱダメージ多いですし。響子あると安心しますね。おー、いいですね。なおっと、まあ、強いし。超援軍がもう2回目クリアと。そういうのバンと入ってるの早いですね。早いですよ。超援軍早い。ナイス。早いですかね、やっぱり。ペンペンさんめっちゃ早いですね。ヒミコ強いですね。ヒミコが早いですね、圧倒的に。おすすめキャラです。ペンペンさんおすすめキャラ、ヒミコです。結構早いですね。ヒミコは唯一3入ってますね、確かに。でこれしかいいね、さっきかかってないですから。確かに確かに。このスピードでこのメダルなんでかなり早いですね、バンで。さあ、チョウ君も見てみましょうか。チョウ君お願いします。あ、ヒカキンさんのチームですね。チョウ上手くないですか。はい、これワルプルギス入れてますね。ヒミコにでワルプルギス映ってる、映ってるぞ。ワルプルギス映ってますよ。ワルプルギス強いですね。まあ、ある日抜いて全敵を狙うというね。映ってます。あー、強い。対ゴジェの火力がね、やっぱヒミコが一番強いですよね。友情も強いし、殴りも強いですからね。当たってれば終わるっていう。そうですね。パーティーですね。スランクもさあ、迷いがなく超援軍はもうキャラ変えずにね、確かに強いですね。ガンガン回っておりますから。めちゃくちゃ速い。超援軍めちゃくちゃ速かった。すごい話したいんだ。不審で回ってます。不審で回ってます。不審で回っております。さあ、激軍見てみましょうか、激軍。バンって入りましたね。バンって入りました。ヒロさんバンってですね。ヒロさんバンってですね。頑張ってるぞ。攻めていく。ヒロさんバンって、まだ神化がね、入ってます。容姿がついてないんですよ。ボスに SS って終わりしよう。これはどうでしょう。これどう影響するのか。ナイス。これがメダル稼ぎいいですね。でもそうですね、周回するのに簡単に回れるし、引かない引かない。まああのパークの期間中、あとプラスアルファちょっと結構長いのずっとこうやるしてますよ。運極終わった後とお友達も手伝いながらついでにメダル稼いだったりなんかしてもらうといいんじゃないかなと。うまく何気にアリスさんはめっちゃ嬉しかった。はい、10分かね。はい、もうすぐ10分経過しますね。早いですね、もう10分経つんですね。はい、返済あ、見に行きますか。ちょっと見ていこうかな。えーすげー、ナイス。これだわ。どうですか、どうですか。いけ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 。めちゃめちゃ調子はどうですか。いい感じです。いい感じ、いい感じ。バンって入れないですか。バンってバンって楽しそうですね。バンって楽しそうだよ。メダルはどれしか持ってないです。あ、バンってあ、バンって持ってるよ。さあ、激援軍見てる。激援軍お願いします。遊び行きましょう。アヌ超強いですか。超強いです。アヌめっちゃ強いです。アヌめっちゃ強いらしいです。皆さんお二人いい感じらしいですね。アヌがいいんじゃないかという話も出てます。 OK、 見ていきましょう。何分ぐらいだったんでしょうね。クリアした、ちょうど。えなこちゃん大丈夫？周りのおじさんたち怖くない？大丈夫？なんかあったらおじさんに言ってね。すごく丁寧に。あなたもおじさんですよ。なんかあったら言っておじさんにもすぐ言うから、この3人。同族でしょ。同族でしょ。同族は認めます。もう僕らがですね、あのナウピロさんの笑い声しか聞こえてこないんですよ。どのチームも順調ですね。順調ですか？順調にいってますね。さあ、ここのチームはどうだ。長軍移しましょうか。長軍、長軍はね、今入るとこなんで、ちょっと。あ、そしたら長軍見てますか。長軍ね、さあ今長軍見てみましょう。長軍お願いします。長軍お願いします。長軍お願いします。します。はい、順調ですね。順調ですね。順調です。長軍順調ですよ。このチーム本当に安定してるな。もう一発目からね、キャラ変えなくていいかな。めちゃめちゃ安定してるな。普通も周回してます。皆さんもですね、ゲーム内で長軍もしくは激軍をゲーム内で選択、ソロもしくはあ、ソロまたは、マルチプレイのホストで必ずクエストをクリアしてください。そうしないとね、勝利報酬がもらえないので、皆さん必ずクリアしてください。はーい、めっちゃ早い。めっちゃいい。この参加するのって時間ギリギリまで参加できるんですか。はい、できます。ただクリアしないと対象にならないので、時間内にクリアをして、時間までに参加してクリアするのが条件です。30分ありますので、まだまだ大丈夫。頑張ってください。全然30分あるからもう何でもできるんで、ここ。そうですね、何でもできます。大丈夫ですよ。40分でしたよ。端末持って歩けんだったらみんなあそこ行ってもらう。確かに確かに。一部ですね。一部ですね。あそこ早い、やばい、島に行って、やばい、パフォーマンスしてもらって。さあ、無心で回ってますからね。いや、めちゃくちゃ美味しいですね。早いですね。強いですね。やったぜ。はい、ではアヌね、早いよって言ってた激援軍結構見てる。やばっ、やばっ。長軍もバンって入れてますね。長軍もバンって入れてますね。長軍もバンって。長軍お願いします。ヒカキンさんのとこ見ますか。バンって。はい、タイガー桜井さんがバンって。タイガーさんバンってですね。タイガーさんバンテですね。はい、ルシファー入れてバンテ入ってますね。バンテがもう虎に見えますもんね。やっぱりワラビ。じゃあペン
ペンさん使ってるんですか。これはサナパッチョさんのこのスコア稼ぎはいつも使ってるんですか。これいつも使ってるんですか。このスコア稼ぎはいつも使ってます。いつも使ってるんですね。これもメダル稼ぎ用にわざわざ厳選して証を使いワクワク素敵で素敵で打ちました。賢い賢い。多分出た瞬間にあこれはバンテにつけるしかねえだろっていうことで速攻その場でやったんでしょうね。ショー使ってそうしないと周回できないですからね。他のキャラね身の厳選するときにすいません。はい、ナイス。よっしゃ、いけ。バンテ、さあバンテ入れてますが、激エン君、激エン君いますか。激エン君だけね、入れてないんですよね。激エン君、もしかしていないかもしれないでしょ。バンテ持ってる人がいない。一人いるのかな。でもみんなほぼ持ってなかったみたいな。そうなんですね。はい、じゃあ手堅くね打ってしまっていますが、画面が映ってますよ。我々が映ってますよね。皆さん喋ってないですよ。レアド下げれば何で見てるか。やってました。バンテである人はないです。レアド下げてバンテであったら何で見てるか。バンテである人はないですね。さあ順調ですね。どんどんクリアしてますね。結構狭いね。いいね。このなんかもう本当友情を出してればクリアできるから、こうなんか指示して相談のしようもないですもんね。そうですね。当たっていただいたの。ただその結構ブロックが邪魔になっちゃうんで、なるほど。伸ばせたかも。早く抜けるかっていうところで言うと、このステージブロック2個ずつとかでしょ。そうでもないんじゃない。まあキャラですよね。ブロックの中に埋まってるのとかいるじゃん。だとしても早い。でもほら、これぐらいないとそれやられてもね。ここでそれやられたら、おいって言うと思う俺。そんなこと、おいテルマンって言ったと思う。そんなことある。皆さんね、マークのね、ステージも見たいでしょうから。見ながらね、ゆっくり回っていただければと思いますけどね。はい、どこのチーム見ていきましょうね。はい、そうしましたら今は激群見ますか。激群見てみましょう。激群はね、先ほどからね、割とワイワイしながら。そうですよね。僕ね、大体聞こえてくるのはナオピロさんの笑い声なんですよ。あと村井さんが何か言ってるっていうのを一人で何を言ってるかまでわからないチームワークでね、声をかけ合って声が回っちゃいますからね。村井さんの話でした。一瞬でありがとうございます。ちょっとこっち気にしてたから村井さんの話でした。ありがとうございます。誰から橋本しますさあ長軍見てみましょうか。長軍長軍ってやって変えてますね。はい、長軍のキャラクターはダッキー入れてますね。ダッキー、ユキウさんがダッキーと。さすが皆さん、これゲーム画面だけじゃなくて、ね、皆さんの顔も抜かれてますから、油断してるとボーっとしてる顔が悪くなりますから気をつけてくださいよ。常に顔は作って、そう、キャピンさん、そうです。ありがとうございます。素晴らしい、エンターティナーね。もうやっぱりみんなでマルチでワイワイやるね。そうですから、ワイワイ、ワイワイしたとこ見せて。ワイワイ、仕事や、ワイワイしたとこ見せて。仕事やぞ。たまにはそう。ああね、あのゲームのようにお客様に気を振るとかね。ありがとう。そう、そういうのも大事。そう。ごめんごめん、あのお客様に手を振れって言って申し訳ない。なんかみんなゲームやっててこっち見てなかった。ごめんごめん、申し訳ない。一人振ってくれました。ありがとうございます。ありがとう。サラパッチョが手を振ってるよ。サラパッチョが手を振ってるよ。会場のリガさんも手を振ってくれます。あのね、みんなね、自分の番がないとき暇だから手振ってあげて。みんなもこうぼーっと座ってるだけだから、ね、あの画面で分かるようにね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、テンションバトル。バトルさん、ちょっとテンション高くて。謎のテンションの高さ。ユミちゃんにかぶってるから、超エンジンの画面。あの、どっちかというと、バトルさんのテンションの高さ。ユミさん面にして、ユミさん面にして。帽子かぶってるんですよ。珍しく帽子をかぶっていて。速いスピード。ちょっと激援軍でしょ、激援軍。激援軍みたいです。超援軍はね、あのね、もう速い。超援軍速すぎる。いきます。ナイスだ。ごめんなさい、いきます。ガオさん。俺やるわ。お願いします。よう見たらすごいメッセージもんね。そうですよ、あのね、激援軍と超援軍の皆さん、あのまあまあ喋っていただかないと本当にただ遊びに来たになっちゃうんで、皆さんフリートークである程度喋っていただいていいですよ、本当に話しかけて、お客さんに話しかけていただいて、ありがたい、ありがたい、さすが見てください、あの激援軍手を振ってます。さすが、いいですね。また俺じゃねえか、ゲーム画面を撮って、あの激援軍だけ落としちゃった。ファンさんがいいですからね、ファンさんがね。ダメ、金さんも手を振ってくださって。ミスったじゃん、ほら。皆さん超援軍、いい配置、いい配置ね。
大事ね。でもパーティーは皆さんほぼほぼ頭してきましたかね。あんまり変えないですよね。まあ、ゲキングはもうあるマナでね、行こうって感じですよね。もう逃げて。オッケー。いい打ち出し。はい。これで盛り上がったね。なんか運枠入んなくても結構溜まっちゃいそうですよね。結構ね、いけそうだね。だからね、運枠持ってそんなに持ってないよって方でもね、回れちゃうかもしれないですね。強そうこれ。あ、いいかも。まあ、ちょっと行けばあのバンテすぐ手に入りますからね。バンテ役であれば。そう。バンテが必要であれば。手に発せ。アヌのストライクショット。アヌいいダメージ出してますね。ワリントフレンドガチャを回す。100秒あったね。出ますから。フレンドガチャ結構重要ですからね。終わらないかい。終わらないか。終わらか。終わらか。終わるかい。影キングが終わりまして、じゃあ続いては激軍いきますか。激軍見てみましょうか。激軍見てみましょうか。バンタイってますね。すげえ。さあ激軍の皆さん今映ってますよ。カメラ激映ってますよ。えなこちゃん映ってるよ。カメラ映ってるよ。えなこちゃん映ってるよ。あ、ビスケットだ。ちょっと使ってる。アリスさんちょっと。まっすぐこちらを。近づけないんで。しかもあんま出ねえ。しかもあんま出ねえ。やばい。ブライさん何のアピールですか。これ寄れるんですかね。寄れないですね。残念ながら。ちょっと寄れないんですよ。表情かなりいい表情。申し訳ない。この画角だけは変えられない。も使おうと。あとね、ゲームのお二人も、ね、皆さん一応お伝えしておきますが、はい、あと20分あります。あと20分です。あの中間とかはないんですね。ないですね。あ、まあ、聞いてみてもいいですけど、はい、多分スタッフから僕ら聞かないと分からないんですよ。どっちが勝ってるみたいな。残念ながらもし分かったらちょっともしかしたら教えてくれるかもしれないですね。はい、正面がね、まあ、分かれば、分かれば現時点どっちが勝ってるみたいな、もし分かれば教えていただけると、なんとなく教えていただけると、そしたらもしかしたらチーム編成が変わるかもしれないですからね。やばい、こんなことやってる場合じゃないってなるかもしれない。いや、バンテを入れようと、バンテ入れてる場合じゃないってなるかもしれない。あー、バンテ逆にね。はい、早く回るんだっつってね、そのもし分かれば教えていただけると、ね、おそらくスタッフも、あ、これ30分でよかったなと今、はい、裏で思っているかもしれないですね。なぜ40分か。8億に使ってるためです。そうです、皆さん、ちょっとね、あとね、クリアしないと参加にならないっていうね、ものがあったんでね。そうですね、皆さん忘れずというところでちょっと早めに撮らせていただきましたが、はい、ありがとうございます。では、本日のホストです。いや、必ず来てください。皆さんもサービスしていただいて、来てくださって、皆さんに、ね、こんなに、おそらくですけど、こんなに余裕のあるステージ、この後ないです。あとバタバタですか。あとバタバタしてると思うんですけど、ぜひ今のうちにコミュニケーションを取っていただいて、どうぞ。こんなに余裕のあるステージないですね。わあ、あ、惜しい。これがね、あのパークの最初のステージの特徴ですね。とても余裕があるっていう。まったりゆっくり。最初のステージに時間がある。最初のステージにこんだけ時間があります。あとは時間に追われていくっていう。追われてる可能性が高いです。はい、激軍今終わりましたね。激軍終わりました。激軍がしました。さあ、まもなくあと20分。はい、今ね、折り返しですね。はい、追い込みましょう。出ました。皆さんいいですか。現状、皆さんいいですか。現状、長軍がリードしているということです。おお、長軍がリードです。長軍がリードしているという情報が今入ってきました。あ、長軍リードという情報入ってきております。激軍頑張っていただかないと。じゃあ激軍見てみましょうか。激援軍見てみましょう。激援軍お願いします。激援軍だけです。バンテ入ってないの。バンテ入ってる激援軍だけですね。じゃあ俺こっから立てますか。ちょっとここで差がついちゃってるのかな。これこの差かもしれないですね。もしかしたらこの差かもしれないですね。ユーザーの皆さんで激軍の方頑張って紹介してください。そうですね。だからもう配信見てくださってるね、あの激軍を応援してくださってる方はぜひバンって入れてね。同じみんなで回っていただければと思いますよ。もしね、まだね、あの入ってないってやってないって方いたら激軍入っていただけると ね応援できますね。まだあと何て言っても20分ありますから。半分、そう、折り返し終わったところで長軍がリードしているということでございます。きっとね、そんなにまだ差はついてないと思います、はいはい、そうですね。ただ長軍がリードしているということでございます。これ1回です。マジで俺たちもここでやればよかったですね。3人で3人で、そうですね、説明しながら。あ、では長軍見てみましょうか。はい、長軍お願いします。いいタイムじゃない。2ステージ目飛びました。そうですね、僕らでもその場合どっちに入ればいいんですか。それも、各々好きな方が映ってる、映ってる、各々好きな方に入る。よし、頑張りましょう。あ、俺じゃん。俺ら勝つで押そう。じゃあこれ打とう。仲介数で押そう。さあ、タイガーさんのバンテ。よーし、やばい。とりあえず SS 打っときますね。やっぱり打ちたくなりますよね。一応ね、バンテってなんであんなに SS 打ちたくなるんですかね。たまかのほどは分かっているのに、たまってるとちょっと打ちたくなっちゃうんですよね、やっぱり。これタイガー、タイガー桜井。ダメはね、そんなにだったんですよ、たぶん。火属性で1万いかないんじゃないかな。あ、1回これで。はい、くれますね。
ね。7500とかそんぐらいって聞いてますけど、まあそこまでですね。はい、なので、もしかしたらダメージオールじゃないやつで行ってもいいかもしれないよ、まあ、なかなか、はい、出ちゃうかなっていうのは、まあでも、とはいえ、ヒミコは強いですからね。ヒミコが強いからな、はい、だから、アヌとかね、マナとか全然いけてますけど、そうですよね、ナイス、これでかい。さあ、早い早い、ね、どんどん行きましょう、はい、よし、まあ、そこまでね、ただね、その秒数の差ついてないですよね。バンテでも十分早いんですよ、やっぱヒミコさんがね、早いですね、素晴らしいですね。最初からこの辺整理してそうですね、まずこれだろ、ダメージオールだから、ダメージオールだから、リビドだろ、はい、オッケー、抜けた、オッケー、はい、どこか他のチーム見ていきますか。そうですね、はい、ではボス入ってますかね、激援軍見ますか、激援軍、はい、激援軍お願いします。さあ、映ってますよ、激援軍、パナイちゃん映ってるよ、パナイちゃん映ってるよ、今映ってますよ、映ってますよ、これは抜けていくのか、やべ、弾いてる人以外の人はみんなずっと手振ってて喋っていいんだよ、喋っていいんだよ、全然お客さんもですね、お客さんもあの全然ね、お姉さんも余裕あると思うんで手振ったりしていただけたら、多分ね、皆さん余裕あるんで答えてくれるんじゃないかなと、はい、今は頑張ってママゾノさん喋ったんですけど、はい、テルーマンさんに潰されました貴重なババトノさんのじゃあすいません、じゃあそんなね、いやそっち側も集会始めた方がいいんじゃないかなと私たちもね、僕端末がマネージャーに渡してないんですよだからね、参加できないの俺俺、こっちのチームも応援してねえからお兄さん、まさかの端末がないので参加すら許されない参加すら許されない参加すら許されていないピンクのスーツは参加すら許されない悲しい誰よりも早く運曲しそうなのに、もうすぐするもう今日の夜すぐするさあ、激援軍ね、激援軍はもうすぐね、プレー終わりそうですけれども、はい、やっぱね、バンって入れてスコア稼ぎ、特エルついてるんですかね、皆さんもね、ストーン2個の750、はい、もうね、もう合ってますよね、これどれぐらい落ちるんですかね、でも40分フルでみんなで回ってちょっとわかんないです ね、 ね、結構落ちてましたよ、ね、超援軍見てみましょうか、はい、超援軍お願いします。運極になるかな、40分じゃ無理か、運極厳しいかもしれないですね、運枠入れてないんで、ありえそうだよ、でもあのスーパー運枠とかもいるじゃないですか、確かにそうですね、スーパー運枠の人とかもいるじゃないですか、ひみこさんがねもしかしたらね、長軍の皆さん今リードしてるんでね、はい、こっからね、運枠にしてもしかしたらね、これねそんな変わらないかもしれないですね、全然余裕かもしれない、バッテじゃなくてもいいかもしれないバッテじゃなくて運枠4とかでもね、変わらないかもしれないですね、もしかしたらね、運3択ひみこ4とかでもいいかもしれない結果いやもうね、運3運4で3分とかでもしかして回っても、なるほどね、3分4分で回っても長軍リードしてるから変わんないかもしれないですね、確かに確かに、はい、そう、こっからもうあの集めに入ってもいいかもジニアをあの毎年そうなんですけど、パークに出演していただく皆さん、パーク降臨ができないっていう、そうなんですよ、課題を抱えてるここで、ね、意外にこの時間重要だったりしますよね、もう運用でええんちゃう意外にこの時間重要だったりします、あのテルーマンさんと私積んでますね、はい、僕らね、実はスタート時もう乗り遅れてる、コリさんもそうなんですけど、実は乗り遅れてます、僕ら僕はもう徹夜でやります私ももう徹夜でやります、大体ホテル帰ってから勝負みたいな、そうですね、ホテル帰ってからも今日フラフラしてるなと思ったら徹夜で寝起きしたんだと思う、これ、ね、目の下ちょっとね、はい、明日暗いかもしれないんで、はい、コカ・コーラエナジーも落ちんでね、運極にしたいです2時間か3時間くらいあったらできるんですよ、きっとこのペースなら、 ね、まあ、その後はね、ぜひコカ・コーラエナジー飲んでいただいて、はい、それで元気出ますから、はい、どれくらい集まんだろうな、40分 で、 そ、 うです、ね、それも楽しみだな、あ、激軍見てみましょうか、またキャラ変えましたね、激軍が今ね、ランスロットエクサ入ってますね、ラフィロさんありがとうございます、ラフィロさんありがとうございます皆さん手を振ってください、ありがとう、おーすごいすごい、ラフィロさんにランスロットエクサになってる、ね、あーすごい、なんかナオキロさんに手に集まってるよ、強いっすからね、めっちゃ強くなりましたからね、はい、イエーイ、取って闇の敵の間にはもうずっとランスレックスばっかりですよ、俺そうですねランスレックス3でもバッとアップしてブーストでね、ブーストの友情がめちゃくちゃ強いですからね、こいつやべえ、スペリでどれだけのランプルさん持ってるやつ何なんですか、ランプルさんのめっちゃ気になるんですよ、ランプルさん持ってるやつは何なんですかね、ちょっと見てきます、はい、あ、抜けますか、何ですかそれは、あ、抜けた、いけるやん、いけたいけた、何ですか、何なんですかこれ、何なんですか、何なんですか、これ何ですか、これこれはもしかしてあれかな、動画のドッキリで使ってたやつか、ウエハースから出てきた、ドッキリかなんかで使ってたよ、ウエハースから出てきた、ウエハースから出てきた、ウエハースドッキリ使ってたやつ、テルマさん、はい、
あのウエハースから出てきたそうです。そうですよね。あのモンストのウエハースで、モンストウエハースから出てきた。村井さんが出てきてそれで行くってやつですよ。そうです。僕あの動画見ました、あれ見ました。めちゃくちゃ面白かったですよね。はい。もう準備が半端ないですね。半端ないですね。ありがたいです逆に。あのラップといい。ラミナさんね、いつもね仕込んどいてくれて、ありがたい。本当に後でリリック見たいですもんね。なんていうの、あのリリック誰か文字起こししてくれないか。文字起こししてほしいですね。ステージ向き頑張っていたし。後でね、ツイッターの方でぜひ上げていただけると、リリックをいつ終わるのか、いつ終わるのかちょっとヒヤヒヤしますね。ちょっとヒヤヒヤしますよね。ジョイさんがね、マイクパフォーマンスできないという事態で、ね、まあ、多分ですけど、あのせいでジョイさんの力に入れられる。おそらくですけど、確かに。ジョイさん出てきてまだほぼ喋ってないんですからね。ジョイさん除菌ができないメインゲストのはずなのに、ボスに当てる、はい、メインゲストのはずなのに。じゃあちょっとジョイさんの活躍見てみましょう。長軍いきましょうか、長軍。あ、もう勝ったんですか。ジョイさん、これでかいっす。でかいさん、ジョイさん映ってますよ。ナイス、ジョイさん抜かれてますよ。ジョイさんに寄っていきましょうか。ジョイさん、ジョイさん今、ジョイさん今ですよ。今チャンス、ジョイさん今おしゃべりいただいて大丈夫ですよ。なんだ、よし、しっかり頼むよ、マキは。でも今モンストの今ね、こう今度こそ今これで片付けよ、このラインじゃないですかっていう、ナイス、ここじゃないですかっていうね、はい、なんかヒカキンさんとタイガーさん並んでも懐かしいですよね。うん、懐かしい、懐かしいツーショットだなと思ってました。確かに、よし、さあ終わりまして、3年ぶり運力ボーナス、確かに超久しぶりですね。さあ、劇群、あ、さっき見た超援軍見てますか、超援軍見てみましょうか。超援軍もう変わらずで43体今もう40体ぐらい取りましたよ、こっちは。素晴らしい、140ぐらいになりました。サラバッチョさんどうしてました。スポットをつけました。スポットをつけた、はい、スポット何つけたんですか。ラックアップ、ランキューです。おー、そうなんですね。ラックアップのスポットつけた。紙しかないじゃん、今日は。ここつくのラック、ここラック、ラック、もしかしてちょっと奥落ちるかも。バンテそこ上げします。これあれですね、朝ね、その辺徘徊してスコア稼ぎの、ね、スポット持ってきてる人がいたら、あの今すごかったですね。だから確かにユーザーさんの中ではね、来るときね、使ったよみたいな人もいるかも。でもそれを気にしてつけてきた人いるかもしれない。もしかしたらね、いらっしゃるかもしれない。それは意識高すぎる。割と朝ゆっくりめに皆さんのね、あ、今日入られてたので、もしかしたら散歩してきてね、僕はもうすごい、めっちゃもう8時前に僕はもう入ってましたけど、だって皆さんはまあ9時過ぎに入ってこられたんでね。まあきっとその辺散歩されてスコア稼ぎさんの方を。これじゃなんでそんな早く入られてワクワクしちゃって、ワクワクしちゃって、眠れなくてみたいな、眠れなくてワクワクしちゃって、ワクワクしちゃった、ね、いろいろ準備がありますからね。さあ、ピンクのスーツとかね。なんだかんだ残りあと10分になりました。あと10分です。なんだかんだ。本当だ。劇群頑張れ。長軍頑張れ。ラストスパート。ラストスパート。先ほど半分に行った時は長軍リードだったんでね、劇群頑張っていただきたいですよね。どんな感じか気になりますね。まあでもそれはね、全て終わってから。もう終わってからがいいですね。ナイス。全部終わってから行きましょう。ロックうまく使った。さあさあ、ステージに上がってる人たちはあと10分間、配信をご覧になってる皆様、そして今日いらっしゃってる皆様に、サービスの方お願いします、はい、サービスお願いします。この後ほぼサービスなくなります皆さん、何とも言いますが忙しくて、おそらくこんなに余裕のあるステージはもうこの2日間かけて二度とないでしょう。おお、これ二度と、あ、ババゾロさんすごい勢い、ババゾロさんすごい勢い、珍しい、こんな勢いで振ってる、そんなババゾロ見たことない、見たことない、こんなババゾロさん見たことない、みんなよく来てくれた、見たことない、あのババゾロさんの豆知識なんですけど、おいおい、ババゾロさんなんか普通 の、 撮影の時はそんなことないんですけど、はい、ちょっとおしゃれしようとする時って必ず帽子をかぶってる、そういういじり方がおしゃれしてる、帽子かぶってる時はちょっと見た目を気にしておしゃれをしてる時です。なんとババゾロさんあれ2本かぶってます。俺だってたまにはおしゃれさせてくれる、はい、なんとババゾロさんね、このハットリハーサルがかぶっております。たまにはいいです。リハから意識してたということですね、映るよね、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。特別なステージと僕らは、ね、これ捉えていただいてるということです、はい、ありがたい。バッチョさんもパールさんも帽子かぶってますもんね、はい、裏パキャップかぶってますもんね。続いては、まあ、長軍とか見ていきますか。長軍見てみますか。長軍見てみましょうか。はい、はい、ボスに入っております。めっちゃサクサク、ジョイさん喋っていただいていいんですけど大丈夫ですかね。ジョイさん映ってますよ今。これは
ずっと冷めてますよ。ジョイさんね、モンスターって時ね、すごい集中されてるんで、ね、ジョイさん本気だからね。ジョイさんはあの人、あの人タレントですよね。割とテレビ出てますよ。やばい、やべ、間に合わないこれ。いや、モンスターになると集中されてる。なるほど、黙っちゃうんですね。やっとね、セッサーをね、ゲットされたんですよね。あ、そうなんですね。それぐらいこうガッツリやっていただいて、ガッツリやってくださっております。さあ、映ってる映ってる。女子におきゅんさんとえなこさんのクオリティ高いですよね、本当に。いや、かなり高いですね。なんか僕は近くで見れましたけど、すごかったです。見ましたか、近くで。もうコンタクトまで入ってますからね。そうですよね。目も全然、ちょっと見てきていいですよ。テルさん、いいです、行って。あ、テルマさん、じゃあハンドマイク持って、ちょっと感想を。いや、あの、ちょっと恥ずかしいんで、ちょっと話しまっていいか。ぶっぱなさ、恥ずかしい。目の色見に行くって結構恥ずかしくないですか。こうやって見たらいいんですよ、こうやって。見たらいいんですよ、そうやって。もう本当に、縦に行ったら。まだまだね、このあとフォトセッションあるわけですよね。そうなんですよ。フォトセッション、フォトセッション何できるんですか。やっぱり写真を下から撮るってこと。よし、このステージ、まあこのステージじゃなかったと思う。ライトニングステージですね。向こうのステージの、いいじゃん、いいじゃん。センターね、あの衣装で上がっていただいて、それをこう写真撮るってことで。えなこちゃんがこのピンクのスーツを着て、いや違います、違います。悪くのを、みんながパシパシ撮る。違う。あのソロモンのね、こうソロモンの、はい、ゴー。そうなんですよ。ソロモンのやつはね、日本を初公開です。全然削れない。おかしいな。あ、そうなんです。そんな劇群見てみますか。そんな劇群。はい、劇群お願いします。そんな劇群。これ日本でこのクラスの初めてですか。そうです、そうです。台湾の方でやっていらっしゃったんですけれども、今回初公開なので。そうか、確かに確かに。で、あのダッキーはね、あのこのステージのために作って。そうなんですか。はい。そして、あの事前動画も出してくださっておりました。その時にね、あのシロさんとタイガーさんも実は宝来と、あとはメタトロンですかね。カメラ。ああ、はいはいはい、見ました見ました。今日でもお二人は来ていらっしゃらないですね。そうですね。フォトセッションで見れないんですか、その二つ。残念ながら今回は。はい。今日聞いてみましょうか、フォトセッションで。フォトセッション、宝来行きますかって。宝来行きますかと。かなり可愛かったですけどね。タイガーさん。はい。今日フォトセッションでコスプレ見られないんですか。あ、私さあ、長軍、長軍、長軍お願いします。長軍のサイガーさん、長軍ね、終わっちゃった。来たい、来たい。桜井さん、フォトセッションでコスプレ来たいらしいです。来たい。あれ、衣装が、衣装があったかな。衣装があったかな。先日、可愛いメタトロンになっていただいたのを皆さん、ご覧になりましたか。ね、動画でね。これはありますよね。シロさんの可愛さに嫉妬しました。宝来のシロさんに。ゴージャス動画に、ね、上がってます。シロさんに聞いてみましょうか。ゴージャスさんの動画、桜井さんがスネゲも撮ってきてくれたんだよ。桜井さん、スネゲも撮ってきてくれたんですか。劇群、劇群いきますか、劇群。劇群画面を。シロさんはここだけ響いちゃった。フォトセッションがあるらしいんですけど、コスプレします。一周いけるか。ほーらい、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 二周行けます。やりますか。シロさんやりますかって言ってます。乗り気ですね。お二人とも前向きで。お二人ともステージがなければ前向きな考えだ。ただね、メイクとね、衣装チェンジがね、大変時間がかかるんですよ。タイガーさんに至っては最悪、あのその格好で M4 出ていただくことになりますからね。マジっすか。おそらく時間的にそうなる可能性がありますからね。そのまま豪絶ですか。そのまま豪絶でやる可能性ありますからね。ある意味豪絶ですね。すごいことになりますよ。マジか。ぜひ皆さんフォトセッションさあ、もうあと5分切っちゃった。5分やばい。はい、あと5分切りました。2回とかですかね。2回か3回ゲームかどうか。まあ、半の時点でもう終わってしまいます。クリアしてなきゃダメってことね。クリアしなかった分はどうしてもカウントされます。5分切りました。会場の皆さん、5分切りました。ありがとうございます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 。リマインドありがとうございます。リマインドありがとうございます。さあ、頑張ろう。だここであえてこう番付をやめてスピードを優先するか。あとが我々ができることは何ですか。あるかもしれないですね。周回ありがとうございます。半分過ぎた時点では長軍がリードということでしたので、その結果どうなってるんですか。やっぱり優勝が簡単に出て強いって言ったら響くかね。そうですね。まあゲージもないから響くは。やばい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 。ゲージもないしダメージオール気にしなくていいっていうのがやっぱり迷わず打てるのがいいですね。皆さんね、基本的にまあゲージないキャラ多めではありますよね。これ参考にしよう。そうですね。この後僕らもあるとしたら、あ、これが早いんだって。これが早いんだって。マルチしましょう、私たちも。マルチしましょう、マルチしましょう。合間を見つけてやっていきましょう。ここまでやってくれたら
さあ今激軍映ってますね。激援軍見てみましょうか。激援軍、激援軍お願いします。激援軍はあちょっと止まっちゃってますか。大丈夫、固まっちゃった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 から、あ、出た、大丈夫です、はい、大丈夫です。激軍はね、はい、バンって入れないで、やっぱそのね、星6のスピードで、グランプリも控えてますよね。あ、そうです、アリスさんグランプリ控えてるのは、ありがとうございます、本当に確かに、アリスさん、ナイス、さあ、アリスさん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 、やばい、あ、違う違う、宮本さん、アリスさん、ありがとうございます、アリスさん、ありがとうございます、グランプリ頑張っていただきたいと思います、グランプリ応援してます、みんなでね、やりたいだろうに、そうですね、本当はね、はい、ということで、残り3分です、はい、よしよしよし、さあ、今の入ってるやつまでいくらですかね、はい、超援軍もしかしたらあと1回くらいいけるかもしれない、確かに、はい、この感じだとうまい、超援軍、今速攻抜けたら、速攻抜けたらもう1回いきますよ、頑張って頑張って、1回くらいいけるかもしれないですね、超援軍は、はい、もう画面なんか見てちゃダメ、バババババって弾いて、弾いていく、弾いていく、もう一周したいんです、でも弾いて、外出ていく、外出ていく、終わったぞ、あとで、あと、あと2分、2分半いける、あと2分半、いや、いけんじゃない、さあ、超援がクリアしました、あと1回いけるんでしょうか、クリアした時にステージが激援が出まして、超援ちょっと見てみましょうか、超援見てみましょうか、めちゃめちゃ落ちるんですか、結構落ちてますね、というか、うまくしてもそんなにいるわけじゃないのに、なんかそうですね、まあまあ落ちますよね、皆さん、ありがたいクエストですね、もう8億、マルチって大事やね、マルチ大事、いけ、マルチって大事やね、あーあと姫が今日だぞ、これ40分で初めて聞こえた姫、今初めてあーって言いましたね、一体何があったんですかね、ちょっとバンテが僕いかなかったですかね、無理でしたね、ちょっと一分半なので厳しいかな、超援軍いけるか、超援軍いけるか、スキップがあればね、そういけるかもしれないですね、さあ超援軍、さあいけるんでしょうか、さあ他の方々、あと一分半なんで、まあ一応入る、頑張って入るかどうかと思いますね、これね、あとはもう入るのを諦めてステージの人たちを見る、はい、ステージの人を見る、それもまたよし、それも大事、あ、もう終わりだね、なかなか生で見られないですからね、あと1回いける、こちらね、メンバーさんとは不利だと思う、ダメをしか持ってない、1個入ってればいいと思います、入ってればいいと思いますからね、1分3分の方に全然切ります、1分切りました、皆さん頑張ってください、まもなく終了になっちゃいますよ、さあ超援軍はいけるのか、めっちゃ集まってた、集まった、集まった、集まった、これが安全が強いね、やめやめ、使わない方がいい、惜しい、こういう系のプレイ、あ、アビロックさんね、ここでバンテが、ここでバンテが、さあ、超援軍見ますか、超援軍見てみますか、ここでバンテが、ストライク、超援軍いけるんでしょうか、いけるんでしょうか、あと3秒、3秒、いけるんでしょうか、マッチしかないです、マッチ多分ね、ないやつ、さあ、超軍もクリアしました、超軍滑り込みましたね、超軍ギリギリですね、ギリギリ滑り込んで、さあ、ここ結果に入って15秒、頑張れ、みんな超援軍を応援して、超援軍いけるんでしょうか、10秒無理だ、バンバンってやった、5 4 3 2 1終了、はい、弾といて、弾といて、弾と触らないで、もう弾と触らないで、集計を開始してください、触らないとね、スキップして終わっちゃうからね、一応クリアだけね、多分裏でじゃあクリアでね、なんとかしといて、はい、それではですね、今スタッフが集計中ですので、最終集計してますね、はい、皆さん限定降臨に挑戦いただいた感想をちょっと超軍から聞いていきましょう、ヒカキンさんいかがでしたか、おおあ、じゃあヒカキンさんお願いしますえ、なんか振られてる、あのなかなか聞こえなくて、そうですよね、そうなんですよね、いかがでしたか、いや、行って行ってできる限り早く周回できるように、あと桜井さん の, あのめちゃめちゃ得エル2個食ってるひみこを借りもんして、いや、SS すごいうまかったぶっ放してたね、いい、なんか素敵ですねよきゅんさんいかがでしたか、はい、チームワークよく楽しく頑張れたと思います、ありがとうございます、そして、はい、ジョイさん活躍できましたか、
あ、僕はですね、もうこの画面に映るたびにミスショット連発して、つくづく本番に弱えなっていうことを出ましたね。タレントとして致命的。帰りたい、イギリスに帰りたい。いや、帰ってください。ありがとうございます。続いて、そんなことないよ。超援軍、いかがでしたでしょうか。超援軍いきましょうか。はい。さあ、どなたからいきますか、超援軍は。サナバッタさん。リーダーいきますか。はい、はい。ちゃんと番手がある。なんか番手でいっぱいメダルも集めれて満足です。あー、ちょっといいですね。ストーンめっちゃ増えたんじゃないですかね、この間ね。はい、ペンペンさんいかがでしたか。はい、相当稼いだ気がします。ね、番手入れて、うんうん、でしかもこれ、まあ、M4 としてパラドックスで使えそうな性能なんで。そうですね、パラドックスもギミック出てますからね。なるほど、結構真剣に参りました。ラック的にも結構集まってよかったです。はい、ありがとうございます。ババゾンさんいかがでしたか。そうですね、ペンペンにヒミコを借り物したんでめっちゃ快適に周回できました。ありがとうございました。、はい、他人の力でした、本当に。いい機能ですね、いい機能ですね。はい、ユミさん、ユミさんどうですか。ユミさんどうでしょう。ユミさんいかがですか。運極が2体いたのでラックが57まで。そういうこと。そういうこと。そういうこと。すげえ。全然気づいてなかった。すげえ。そういうこと。3体よ。3体運極が。3体いたの。ユミコ運極3体いたらしいです。おかしいですね。75だった。すごいですね。はい、それではですね、お待たせいたしました。もう集計が来たってことですかね。そうですね、集計来ましたので、こちら見ていきましょう。限定降臨フラッグジュニア&X ドラゴンジュニア大合戦全ユーザー対抗バトル、まずは総メダル獲得数を発表します。あら、こちら。あ、俺だね。やば。おー、めちゃめちゃすごい。16億。なんだこれ、すごい。16億ってすげえな。いや、見たことないよ。いや、10分伸ばすだけでこんなにいくの。はい、皆さんご協力ありがとうございます。無事8億突破です。はい、皆さんありがとうございます。お渡しいたします。倍じゃない、倍、はい、すごいわ。そして気になる、続いて問題の、ね、勝利チームを発表したいと思います。はい、勝利したのはこちらです。超人16億って数字はもうどれくらいすごいのか分かんないんですけど、あの長軍に長軍選んでくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあね、でも せっかくなんで惜しく負けてしまいましたけど、激軍キャプテン村井さんどうでしょう。はい、村井さん、村井さん、激軍のキャプテン村井さんどうでしょう。ありがとうございました。以上です。皆さん大丈夫ですか。疲れてます。ちょっとね、疲れてるんだと思います。まあ、せっかくだから、まあ、激援軍のパラさんにも聞いてみましょうか。はい、パラさん、激軍惜しくも負けてしまいましたが、どうでしたか。あの、でもいっぱい集まったので運極頑張ります。ただし、ありがとうございます。優しいコメント、優しいコメントです。さあ、今日ですね、はいはい、プログラムはここまでの予定でございましたが、お、はい、ですね、11時35分、ただいま皆さん、ホーム画面、見ていただきたい。まあ、タイトル一度戻っていただくと分かりやすいですかね。タイトルに戻る。タイトルに戻っていただくとですね、タイトルに戻って、皆さん一応タイトルに戻っていただくと、ホーム画面に、これはステージにいる皆さんもですか。皆さんも、ね、出てますね。はい、ステージにいる皆さんもタイトル画面に戻ってみてください。はい、一応タイトルに戻っていただくと、オラフラッグなる旗のマークが出ているんじゃないでしょうか。何がある。オラフラッグ、オラフラッグなる旗のマークがタイトル画面、ホーム画面に出ているんじゃない、タイトルに戻ってホーム画面に見ていただくと出てるんじゃないでしょうか。皆さんあります、オラフラッグ。オラフラッグ、さあ、オラフラッグ見ていただくとですね、では皆さんもご確認ください。さあ、オラフラッグ見ていただきたくですね、そうするとですね、旗がオラフラッグが立っている、立っていません、立っていますと書いてある方がいらっしゃると思います。あ、立ってない。皆さん立ってませんか。立ってるって方いらっしゃいますか。あ、立ってる方いらっしゃいますね。皆さん、オラフラッグ立ってるよって方。立ってる人いる。あ、いるね。ババゾフ立ってる。ババゾフさん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 立ってる。ババゾフさ
ってます。入っちゃっていい。俺はフラッグ立ってます。それではですね、それでは、あ、本当だ、旗立ってます。じゃあババゾロさんはですね、とりあえずこの後説明するんですが、一旦端末をつないでください。これじゃあ、ババゾロさんの端末につなぎ直すってことですね。はい、で、ちょっとその準備の間に僕がこのオラフラッグなるイベント何か説明させていただきます。あ、イベント、はい。これね、新しいイベントです。スライド出ますかね。オラフラッグってない、はい、なんだこれ。このオラフラッグイベントはですね、このイベント開催中ホーム画面にこのアイコンが表示されます。で、これを見るとですね、自分のオラフラッグ、これが立ってるか立ってないかっていう説明を見ることができます。なるほど。で、これが立ってると何ができるか、次のスライド気になる。残念。今回はこの期間限定クエスト、月下を撃ち抜く聖なる弾丸、まだこれ、これ実はこれがクエストに今出てます、皆さん。え、なんだこれ。これですよね。これが、このオラフラッグが立っていると、ソロもしくはマルチプレイのホストとして立てることができます。プレイすることができます。ちなみにマルチの場合は立ってなくても参加することができます。つまりこのクエストをプレイする条件がこのオラフラッグが立っている、立ってないってことなんですね。なるほど。じゃあこのクエストをやりたい人は立ってる人とマルチをしなきゃダメってことですね。そうです。これがこの後の説明にあるんですが、こちらどうぞ。これが立ってる人がいる。オラフラッグが立ってない人は立ってる人とマルチプレイをしてください。そうするとオラフラッグを立ててもらいます。なるほど。で、オラフラッグが今立ってる人たちはこの X ラックパークに来場されている方の中から何人か無作為に、無作為に僕ら選んでますので、今手を挙げてくれた方はそのフラッグをいろんな方に広めていただきたいと思います。みんな友達作るチャンスだよ。いいですね。そしてババゾロさんはそれを今から皆さんに広めていただきたいと、ババゾロさんももちろん広めていただきたいと。大事な役ですね。ここっから広がっていくわけだ。なので100分は一気にしかずということで、せっかく立ってるババゾロさんにこの限定クエストをプレイいただきたいかなと思うんです。デモプレイというかね、そうですね、いただきたいなと思うんですけれども、マルチプレイ、マルチプレイ、マルチでぜひね広めていただきたいんですが、さあリュウキさん。そうですね、ご一緒いただくメンバーはせっかくなので、各チームのリーダーにお願いしようと思います。ヒカキンさん、マックス村井さん、パナエさんは激援軍のゲーム台へお願いいたします。これ超援軍かな、超援軍。あ、失礼いたしました。超援軍のゲーム台へお願いいたします。サラパッチさんはリーダーなんですけど、ババゾロさんが感染しちゃって、ババゾロさんがリーダーの皆さんは旗持ってるんで、残念ながらプレイはちょっと後ほどやってください。はい、ステージでは一旦ババゾロさんが今旗を立っている状態です。はい、なのでヒカキンさん、マックス村井さん、パナエさん、お願いいたします。そういうことで、ぜひプレイいただいて、まあ、なるほどね。そのね、立った、これでウイルスが感染してきたように旗をふわっと広げてる。ここではもうババゾのウイルスがどんどん蔓延していくわけです。ババゾさんがフラッグを立ててます。ババゾのウイルスだ。ちょっとウイルスはそれ僕もあんまり言ってて、あんまり言ってないかもしれないけど、イメージはそんな感じ。イメージはね、はいはいはい、いい菌ですからね。ただいま準備中でございます。ユーザーの皆さんも立ってる方はみんなとマルチしてオラフラッグを立て合ってください。まあ今僕が説明した内容、細かくはですね、ゲーム内だったりとか公式のお知らせも出ていきますので、そちらもご覧いただければと思いますが、まずはね、こういうものでやってプレイしていただいて分かってもらえればかなと思います。じゃあこれからプレイするのは先ほどのそのバンヘルシングでしたっけ。そうです、そうです、のステージをやるということです。そうです、そうです。あれやろう。さあ、とりあえず準備します。じゃあちょっと、はい、会場で旗立ってるよって方に周りの方にぜひ広めていただきまして、はい、ババゾフしか立ってない。あ、確かに。すごいレアだ。これは気になりますね、ちょっとね。マルチの輪を広げてね、オラフラッグ立て合いましょう。さあ、準備の方どうでしょうか。アンサーってそっか、今こんなついて、なんか俺も運枠でいこうかな。早く広めてパーティーね、悩んでますね。向こうのテーブルに座ってる人たちは早くゲーム画面が見たいんだと思います。てか多分いいから早く旗くれって思ってる。めっちゃこっち見てるもん、みんな。いいなって、いいなって。サナカツさんに至ってはだって、はい、たまたま外されリーダーなのにね、たまたま外されちゃいましたから。そうですね、ババゾンさんが持っていたので、パッチョさんがね、ずっと見てるんですよ。やりたそうに、やりたいですよね。さあ、ぜひね、今立てました。立てましたか、入っていただきました。ゲームラグを立てて、じゃあ入ってますかね。よかです。はい、よいしょですね、はい、ありました。どんぐらい、もう今皆さんも夢中にやっているのではないでしょうか。この僕初めて当てたフラッグ自体は頻繁に出るもんなんですか。準備できました。会場の中、今フラッグ出てる間はイベントできるんです。そう、この間はオラフラッグイベントで大体2週間ぐらいあるんですけど、この間も立ててあったらその間ずっとプレイができるので。なるほど。まあ、今回はこのバーンヘルシングのクエストをプレイするための旗だよということで、あ、できましたか。OK、それではゲーム画面見ていきましょう。はい、こちらです。まあ、ギミックね、見れますけども、まあ、はい、こんな感じで、はい、なんだろう、このパーティーで行くと、はい、ダメオワープですか。ダメオワープですね。はい、ダメオワープということで、こんな感じで行くということですね。はい、それではプレイスタートいたします。会場全体でカウントダウンしていきましょう。はい、ゴー。
4、3、2、1スタート。どんな感じ、楽しみですね。どんな感じなんだろう、ワクワクするね。はい、楽しみ。難易度普通に究極、まあ、究極ステージなので、はい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 、難易度はねもちろんそこまで高くはないんですけど、なるほど、はい、まあ、フラッグを持っているとプレイできるよというところでございますね。まあ、2週間だったら2週間経っちゃったらもう1回フラッグまた消えるという。そうですね、あの一応このイベントが終わればフラッグはあのアイコンとして、そういうパターンですね。まずは今回のイベントはこのバーンヘルシングをフラッグで遊べるというイベントでございます。じゃあもう、まあ、ここどんどん変わっていく可能性もあるという、はい、そうですね、はい、いつ出るかわからないし、まあ、いい、まあ、今回ちょっとね、ワクワクに向けて皆さんに内緒で、はい、もちろんあの、はい、賢者の皆さんにも内緒で、楽しみで、全然知らなかったと思って、サプライズでしたね、進めさせていただきましたが、ね、もうだって全員画面に夢中ですからね、画面に夢中です。どういったクエストなのか、あれ、もう毎回倒すから、そっか、そっか、まあ、これ私当たって十字レーザー打つやつを倒して、倒すと、はい、ボスに攻撃できますので、まあ、これで攻撃をして倒して、これですね、うまくやるとめちゃめちゃ早く終わります。まだ別に同時に倒さなくても大丈夫なんだね。そうですね、はいはいはい、まずはやっていただいて、そうですね、ぜひね、皆さんの旗立ってる方、マルティ誘ってあげてください。オーケー、やりましょう。ドロップの仕方にもちょっと特徴がありますので、これ終わったらまた説明させていただきます。楽しみ。ババドラさん、今のところ手応えどうですか？わお、まあ、そんなになんか、そんなにむずくはないですよね。はい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 、ね、それも、はい、おぉ、朝強い、朝がいいですね。うわ、すごいすごい、おぉ、まあ、友情も強い方がいいかな。そうか、撤退なるんですね。そうですね、撤退もなりますね。非常に早く、はい、回れるんじゃないかなと。あ、ボスだ、12ターンだ、12ターン、はい、ボス対戦ランクもあと1分半でかなりね、こう早く回れる、早く回れるっていうのが位置が悪いな、これちょっと。そうですね、こういうような場面になってくると、あ、挟まっちゃった。かわいいですね。今弱点真ん中なんで、ここでバッてこう全部取らせて、確かに、その方がいいダメージいくって感じですね。上にいるとちょっと弱点が、ただ弱点が残ってる時もあるんで、挟まってダメージも出せますね。真似さん目がけます。普通にカンカンしてもダメージ出る。そうですね、いろいろな倒し方あるので、その時その時で見極めて。うまい、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 うわー、やばい、やばい、気持ちいい、気持ちいいですね、これ。そうですね、気持ちいいな。ババゾロさんが出ましたけど、気持ちいいと超気持ちいいって言ってますね、今超気持ちいいな、これ何も言えねえな、これな。めちゃめちゃテンション高いです。 OK、 何も言えねえ出ましたね、はい、いやー、こういうちょっとサプライズ嬉しいですね。はい、ワクワクしますね。うん、マルチをするきっかけになりますね。まあね、エクスドラゴンジュニアとかもね、もちろん限定コーヒーなんで、そちらも回っていただきつつ、まあ、はい、これね、2週間の後まで出てますから、すごい、すごい、ただ今日はだから、ジュニアの方を回っていただいて、それをね、マルチしていただければ、そこでもフラッグいただけるって感じで、ね、オラフラッグはこのクエストじゃなくてもマルチをしていただければ、立て合うことができますので、立てていただくことができますので、これじゃなければいいってことですよね。そうです、別にこれじゃなくても大丈夫です。オラフラッグがあればそのバーヘルスができるってだけですよ。はいはいはい、はい、でゲストでは入ること可能なんで、これで立てていただいてもいいですし、全然違うクエストでマルチをしていただいて立てていただいても大丈夫です。なるほど、はい、よし、オッケー、もうラストゲージですか、次。もうラストっす、ね、早い、早い、ラストだけですね。早いですね。ただ S ランクちょっとね、あ、S ランクどうですか。はい、確かに1秒1秒だ。でも1秒で回れるってことですよね。まあ、なるほど、大量普通でも反射でもいけそうですよ。属性がね、火属性いないんでね。あ、いけいけいけ、属性いたらもう、いけ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 。でこれギミックを切りしたくていいですね。逆転が真ん中に来るって書いてありますけど、ダメージがね違いますね。ザコ処理しっかり行えば爽快感のあるクエストですね。やば、なので貴族さん、強力なキャラクターで回ればもっと速いかもしれない。ナイスナイスナイス、入ってる入ってる、よっしゃ、もうちょっとボンボン、どんどん入る、どんどん入る。さあ演出がないやな、そもそも。さあ、やってくれ、ボンボン、ラストかな。水ですね、上からいきますね。バンヘルシングも、え、パラドックス、頼むよ、頼むよ、いけいけいけ、真ん中にいけよ、いけいけ、真ん中にいいですね。よかった、直した。はい、皆さんありがとうございます。はい、さあ、ここで、ちょっとね、ドロップの仕方、はい、見ていきましょう。はい、さあ、まあ、運極ではあるんですが、このオラフラッグ報酬というのがあります。これでは旗を立ってる人の分、この箱が出てきます。なので今はババゾロさんしか立ってないので1個でした。ここでこの後は送ってください。この後旗がみんなに立ちます。
皆さんに立ちますので、そうすると旗が立ってれば最大あそこは4個になりますね。あーなるほどね、はい、じゃあ本当にみんなでやった方がいいんだこれ。みんなでまず旗を立てて、旗を立てる人たちで回るのがまあ一番早いよっていうことなんです。確かに、はい、バーヘルシーが落ちまして、じゃこの後ちょっと見てみましょうか。あ、この後の画面が多分旗が立つ画面があるんじゃないですかね。はい、画面お願いします。出るかね、出るかな、大丈夫かな。さあ、じゃあ押していただいて、今日は行きましょう。旗が立ちました。ブレンド、ブレンドになりました。これでヒカキンさん、村井さん、パナエさんは旗を立てられる人たちになりました。村井さんが例えば、村井さんが例えばですよ、おそらく会場にいらっしゃるだろうリオラリさんとかとマルチしたらリオラリさんに旗が立ちます。なるほど、まあ、そんな感じですね。ヒカキンさんもこの後例えばセイキンさんとかとマルチしていただいたら旗が立ちます。なるほど、アブマンさんとウムさんからどんどん広がっていきますね。ポンズは立ってる、はい、みたいな形でございました。プレイありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めてですね、オラフありがとうございます。改めて新コンテンツ、うん、オラフラッグイベントについてご紹介していきます、はいはい、ではもう改めてスライドの見ていきましょう。オラフラッグイベントは、まあ、アイコンが出ているとき、うん、その期間ということですね。こちらを見ていただくといろいろ詳細書いてありますよと。で、自分のフラッグの状況はここで確認ができますよということで、ここを確認してみてください。はい、さあ続いて、今回のイベントはこれは、オラフル立っている場合はこのバーンヘルシングというものを、ソロもしくはマルチプレイの人たち挑戦することが可能ですよと、はい、ゲストの場合は別に立ってなくても参加できるのでそこで立ててもらったりも可能です。はい、はい、続いてこちら、マルチをするとこれはバーンヘルシングじゃなくても大丈夫です。立ってる人とマルチをすれば旗を立ててもらうことが可能です。なるほど、友達に立ててあげましょう、みんなで広めていきましょうというようなものでございます。はい、さあ続いてで、こちら報酬ですね。旗を持ってる人の分、この箱が多くなるよと、ここで、バーンヘルシングを手に入るよというようなイベントでございます。さあ、こんなイベントが以上オラフラッグイベントということで、まあ、今回内緒でやらせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、こちらも、まあ、パーク限定と一緒に、はい、楽しんでいただければと思います。はい、皆さんぜひマルチで楽しんでください。はい、以上、オラフラッグイベントの説明でした。ありがとうございます。はい、さて、限定降臨フラッグジュニア&エクストラゴンジュニア大合戦全ユーザー対抗バトル、そろそろ終了のお時間となります。はいはい、皆さんステージ前方へお越しください。どうぞどうぞ皆さんね。はい、皆さん前方にお願いします。いや、あっという間でしたね。そうですね、でも最初長いかなと思ったんですけど、ね、やってみると意外にあっという間で、はい、これ大丈夫ですか、チーム戻ってもらえますか、大丈夫ですか、このままでいきますか。はい、このままで大丈夫です。はい、はい、それではですね、まあ、最後にこのステージの感想をお伺いしたいと思います。はいはい、まずは超軍代表ヒカキンさん、お願いいたします。いや、本当に超軍、参加していただいた皆さんありがとうございました。村井さんに勝てて嬉しいです。この後もね、X フラッグパーク楽しくなっていくので、最後まで楽しんでてください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて激軍代表マックス村井さん、お願いします。はい、この最初の戦い、たくさんの人と戦えて本当に良かったと思います。ここから始まる2日間ですか、精一杯楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてリングアナを務めていただいたコニーさん、いかがでしたでしょうか。リングアナだった。リングアナ。リングアナ。いや、でもなんかフラパの一番最初からこうみんなで協力してワイワイやるようなそのイベントだったので、はい、非常に楽しくできたと思いますので、はい、この後いろいろね、催し物あると思いますから、フラパ2日間参加される方、1日参加される方、楽しんでいっていただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にテルーマンさん、お願いします。はい、まあ、限定降臨とか先ほどのバーンヘルシングとか、まあ、皆さんね、みんなで楽しんでいただけると思いまして、エクストラパークまだまだ始まったばかりでこれからもいろいろありますので、まあ、適宜皆さん、休憩とか水分補給とかしていただきつつ、配信をご覧の皆さんも一緒に楽しんでいただければと思います。それから、こちらご出演いただいた皆さんもですね、まだまだね、いろんなステージ出ていただけると思いますんで、2日間どうぞ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上をもちまして限定降臨フラッグジュニア&エクストラゴンジュニア大合戦全ユーザー対抗バトルを終了いたします。この後こちらのステージでは X フラッグニュースを行いますのでお楽しみに。始まったばかりの X フラッグパーク2019、引き続きお楽しみください。それではバイバーイ。さよなら。また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。